DS PDS ヘアスメルツ暫定アップルで iPhone7 買ってきましたー。はい、なんとね iPhone7 がねついに出ました。で僕ね6月ぐらいにねもう SE 買ってんですよ。もう早すぎるんですよ。もうなんか7で出るって分かってたんですが、いざ出るとねちょっとねうわ損したというかね、孫正義さんですよ本当に。でもね僕ね後悔はしてないんですよ。この大きさ好きだし、10回ぐらいね股の上からね落としてもね全然ねもう画面割れないし壊れないし、ね、全然大丈夫です。お風呂でも使ってますよ。めっちゃやっぱなんか iPhone5S と比べるとねなんかパッとしないんですよね。何も変わんなくて結局もう携帯なんでまあ別にいいかな。 iPhone5 の大きさでね防水で 128GB だったら欲しいって思ったんですけど、今のだったらまだ欲しいって思わないですね。あとイヤホンジャックがなくなったっていうのもねちょっと残念ですね。まあアップルはいつでもね最新のねこうね未来をね作ってってんで、まあ信じてもいいかもしれないですけど、今日はね何をするかというとこちらです。でー満腹30倍ダイエットさせてキャンディー。これね30倍のねキャンディーは何かというとねダイエットですね。ダイエットの方がねこのキャンディーを食べると腹の中でねその飴玉が30倍に膨れ上がって満腹になるとね、あの仙豆ですよ仙豆。そんな感じはもう回復しないですけど仙豆みたいなね魔法の飴です。これをね今日はねどうするかというとね、まずねこれね僕思ったのが本当に満腹になるかっていうのもね検証なんですけど、30倍ね海洋圏あるじゃないですか。まあ、30倍やったか分かんないですけどギャリック砲倒した時4倍なんですけど、牛乳特選隊ではね30倍ぐらいやってたんで、30倍海洋圏以上のね海洋圏をねちょっとね今日やっていきたいと思います。1個が30倍だからそれを10個やると300倍じゃないですか。30個で900倍なんですよ。だから34個ね食えば僕の中の腹の中でねもう1000倍のね膨れ上がりになってもう海洋圏1000倍がねできると思うんですよ。そしたらもうスーパー戦士になる必要はないと思うんでね、1000倍海洋圏をねやってきて出ます。とりあえずね海洋圏1倍30倍のね力をちょっと見てみましょう。これなんかバルシートっていうね特殊な素材が入っててそれがね膨らむようになってますね。こんな感じになってます。まあざっと1袋で300円でしたね。でやってみましょう。どんぐらい膨らむんだろう。水分を含むとバルジシードは30倍に。すげえ。はい、10分ぐらい経ったんですがねちょっとね時間がかかるんでこれちょっとホッチプレイしておきましょう。ではね今からバルシートをね34個食べていきたいと思います。34個のね飴玉をね一気に食っていきたいと思います。ではいただきます。あ、何個まで入るんだろう。何個まで口に入るか。5個、6個、20個。20個入るのか。クリーム赤が甘い。甘い。21個。22個。22個食い終わりました。あと12個残ってます。もうなんかね歯がもう溶けそうでやばいです。つらいけど頑張ります。海洋圏1000倍のためにあとねなんか溶けるのが遅いような気がするんだよね普通の飴より。あとなんか時間が経つとさっきより大きくなってるってのはありますね。はい、ってことでね、食い終えました。1000倍で海洋圏ね、まあ、やってみたんですが、まあ、正直に言いますよ、僕はもう正直者なんでね、多分動画的には僕苦しんでる方がね、多分見栄えがいいと思うんですが、全然ね、膨らまないです、これ。30倍では言ってますけど、これ見てください。全然変わってないんですよね。ラッチシードだっけ、なんとかシードが変わってないんですよ、大きさが。これちょっとね、パチモン、
TDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。